2024年3月、アメリカ国防総省が、ロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2の生産を全規模量産に移行することを承認したとの情報をキャッチしました。今回は、そんな F-35 戦闘機本気で、量産開始を詳しく見ていきますね。世界へ売り込み開始かな。アメリカの航空関連防衛産業の大手、ロッキード・マーチン社が主管して開発された、いわゆる第5世代戦闘機の F-35 ライトニング2だが、この2024年3月に、同国の国防総省が、その生産に関して、FRP、全規模量産への移行の承認を行った。すでに、ロッキード・マーチン社の手掛ける F-35 ライトニング2は、日本を含むアメリカとの軍事同盟の締結国や友好国を中心に、それら西側諸国が調達することが可能な唯一の第5世代戦闘機として、世界中で採用が加速している。そんな F-35 ライトニング2ではあるが、これまでの生産は、LRIP 低率初期生産と呼称されており、今回のアメリカ国防総省の発表で、いよいよ、FRP 全規模量産と呼ばれる量産体制に入ることが公に宣言された形である。アメリカ国防総省は、もともとは、現在の2024年から7年前にあたる2017年には、F-35 ライトニング2の生産体制について、FRP 全規模量産に移行させるマイルストーンを設定していたが、幾度も延期を余儀なくされていた。そのため、F-35 ライトニング2の生産は、2008年から16年間にわたって、LRIP 低率初期生産と呼称される状態が続けられてきたが、ようやくここに来て、FRP 全規模量産の開始を宣言できるに至ったと言えよう。ただし、これまでの F-35 ライトニング2の生産は、LRIP 低率初期生産と呼称される状態であったとは言うものの、年間での平均的な生産数は、すでに約150機ほどにまで到達しており、日本を含む他国向けも、累計でおよそ1000機弱が納入されてきた。そのため、今回の F-35 ライトニング2の生産体制について、FRP 全規模量産への移行をアメリカ国防総省が認めたとはいえ、これによって、大幅に、同機の製造数が拡大されることは意味していないとめされている。したがって、これまでと同様に、F-35 ライトニング2の生産数は、およそ、年間150機前後の数値で推移すると予想されており、大きく増産が行われる可能性があるとするならば、今以上に、アメリカにとっての安全保障環境が悪化すると判断された場合であろう。2022年から開始されたロシアによるウクライナ侵攻は、2024年5月現在において、ロシア側が地上戦を優位に進めている感は否めないが、これを見ている西側諸国では、さらに、F-35 ライトニング2の調達数の増加の動きを加速させる可能性がある。さらに言うならば、ウクライナへの軍事支援の一環として、F-16 ファイティングファルコンの供与を検討している国々の大半は、F-35 ライトニング2の調達を予定しているため、それが進むことを前提に、全社の供与を行う方針だ。これを受けて、2024年の夏場から秋にかけて、ウクライナは、念願の F-16 ファイティングファルコンを数十機入手すると目されてるが、個人的には、仮に、その供与が始まり、同機が戦闘に投入されれば、その結果が、F-35 ライトニング2にも影響するのではなかいと感じている。ウクライナ側にとっては、F-16 ファイティングファルコンを運用することで、ロシア側の前線に対する滑空爆弾を使用した近接航空支援の効力を落とすことを期待しているわけだが、これが実現できるのか否かが注視すべき点だろう。もし、仮に、ウクライナ側に、ある程度の数の F-16 ファイティングファルコンが供与され運用されても、残念ながら、そうした期待されために見えた効果が発揮されなければ、西側諸国の大半は、やはり、F-35 ライトニング2の調達を急ぐと思われる。つまり、それは、いわゆる第4世代機に相当する戦闘機の投入では、いかに、西側製のマルチロール機のベストセラーである F-16 ファイティングファルコンであっても、戦場の劣勢な航空戦を覆すほどには機能しないと見さされることにつながるためだ。
そうなった場合、NATO 加盟国の西側は、F-35 ライトニング2の調数の前倒しを依頼すると同時に、新規の調達や、既存の調達数の増加をアメリカに依頼することになるのではないかという視点で、今後の趨勢を、個人的には気にしている。それだけ初位第4世代戦闘機と第5世代戦闘機の性能差は顕著であり、ウクライナ戦争において供与された F-16 ファイティングファルコンの旋回化によって、今後の戦闘機の調達には、大きな転機をもたらす可能性は大きいだろう。さて、そんな F-35 ライトニング2だが、2024年5月には、韓国において、北朝鮮を念頭に置いたと、おぼしきアメリカとの合同軍事演習が実施され、韓国空軍の F-35 ライトニング2とアメリカ空軍の F-22 ラプターが模擬空中戦を行ったとされている。アメリカ空軍の F-22 ラプターといえば、ロッキード・マーチン社が手掛けた世界初の量産型の第5世代戦闘機であり、F-35 ライトニング2とは異なり、従来の F-15 イーグルを代替する最強の星空戦闘機として企画された機体である。今の F-35 ライトニング2にせよ、F-22 ラプターにせよ、いずれも高い機体のステルス性能を生かして、敵側に探知や追尾をされる前に敵を捉え、敵の対空兵装の射程距離外から先制攻撃を加えて撃破することを目的にしている。ただし、F-22 ラプターは、それまで最強の星空戦闘機と称された F-15 イーグルを、すべての点て凌駕するべく、強力で機動性の高い双発の機関部を採用しており、最高速度や機動性、上昇力といった点では、後発の F-35 ライトニング2に勝ると言われてきた。しかし、前述した通り、そうした高い運動性能を持つ F-22 ラプターであっても、敵の射程距離外、もちろん、搭乗者の有視界外からの空対空ミサイルでの攻撃によって、敵機の排除を行うことを前提としており、格闘戦は本来の使用条件ではないと思われる。ただし、こうした前提を、すべて一旦置いて、今回の韓国空軍の F-35 ライトニング2型とアメリカ空軍の F-22 ラプターは、あえて、搭乗者の有視界内で、格闘戦による模擬戦を実施した模様で、その結果が、そのようなものであったのかに注目が注がれている。しかしながら、残念なことに、アメリカ側は、この模擬空中戦の結果を軍事機密として公表しておらず、また、今後も、F-35 ライトニング2が、現在の形で、現役である限りにおいて、その結果が、公に示されることはないと目されている。一般論としては、F-22 ラプターの運動性能は、F-35 ライトニング2のそれを大きく上回るため、単純な格闘戦においては、前者に分があるとの見方がある一方、後者は、新しい分だけ、レーダーセンサ類の能力が高く、遠距離ならば勝利する可能性も示唆する声が多いようだ。しかし、今回は、あくまでも、搭乗者の有視界内での格闘戦という設定であったと伝えられているので、F-35 ライトニング2の高度なアビオニクス類が優位に働いたか否かも不明であり、何とも想像しがたい感がある。さて、そんなロッキード・マーチン社が主管して開発された F-35 ライトニング2だが、アメリカ空軍が実施した JSF、ジョイントストライクファイター、統合打撃戦闘機計画によって、そのコンセプトが決められた機体である。この JSF、ジョイントストライクファイター、統合打撃戦闘機計画は、ベースの機体から、通常の陸上滑走路から運用する A 型、垂直もしくは短距離離着陸が可能な B 型、カタパルトを使用した航空母艦から運用する C 型の3タイプを生み出した。日本の航空自衛隊の場合、2024年現在の計画では、同機の標準形とも言うべき A 型を105機、イスモ型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化し、その艦載機とするために B 型を42機調達する方向で配備が進められている。この A 型105機、B 型42機という F-35 ライトニング2の調達数は、本国であるアメリカを除けば、世界で最も多い数ではあるが、最大の仮想敵国である中国は、すでに、国産の第5世代戦闘機とする J20 を200機以上配備済みで、今後も、年間100機単位で増強されると目されている。